新平家物語第347回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は上春彦です木曽の稼ぎ数日の後にはかの浅間高原の一角与田の城へ義仲は帰っていた。 御瀬と葵の前とは基礎からの軍旅の途中も常に義仲の姿をめぐってもつれ合う蝶のようにかしづいていた。与田へ来てももちろん一つ城の中に住んだ。皇軍の日も宴の夜もこう二人のお皆武者が義仲の左右に見えないことはない。 一人の男が幾人もの女性を持つある場合は同じ巨漢に胸を分けて共に住む時代の風習である不自然とは誰も思わないまた巴と葵との間にしても形の上では何の確執もないばかりかむしろ姉妹のようなむつまじさすら見せ合っているけれど吉高の愛を身一つに占めようとする意思とそれとは全く別であった。 さりげない瞳のうちに心の底に切り結ぶ浜辺のような細かい女心は普段に火を降らして愛を戦った義仲は二人のいずれも愛した。 それが平等なる主君の態度で警防の政治だとも考えているらしいしかし従来家事と育児だけを守る女とのみ考えていた巴にも与田へ来てからは新しい女体の売れと上司の発色を見いだしこの頃は葵以上にも愛していた。とのわらわに見許しを保うておきとうございますが巴か折りいって何事 雪も溶け染めてまいりましたゆえ国元から木曽の女子どもを200人ほどこの城へ呼び寄せたいと思いますが陣中にも女子ではいるしかし与田にはそなたの来る前からすでに100人余りの娘西女大名までが住んでおるのださまでには召さずともよいい,いえそれは皆葵殿が稲から招いた稲尾皆でございましょう。 葵さんのの直者です巴は別に巴の自由に指揮するおみなべを置きたいのでございまする彼女の望みは無理な申し出ではないよかろうと義仲は許したけれどこういう点にも巴と葵戸が一陣のうちに席を分けて対立してきたことは当時の一夫多妻の末も義仲の愛の平等もどうすることもできなかった。 安曇野やみなし平やまた妙高黒姫戸隠などの山肌も春の緩みに雪まだらない陽気を兆し染めると信濃の天地は下萌えの草ばかりでなく処方に怒号のうごみきが見え始めてくる「賊義仲を打て歌は公の蝶より重き恩賞のあるぞ」。 雪毛の信越国境は人も馬もこの合言葉のもとに活発なる青春の気をはらんでいた。霊は越後国府の城の太郎・助長から出ていた。助長は余後将軍これ持ちの子孫という。長く武民に勤めてきたので集望もあって国人からは代々白川の見立てと尊称されていた。北越の重鎮であり無二の平家型なのである。 今年の初春早々、白川の御立には、はるばる都から戦時の特使がついていた。城之助長に対して、越後の神に人図という地獄の恩命が伝えられ、また、先の右大将、宗盛の教書もあって、今日が鎮守ある地こそ、信濃の乱族を制止うつに、まさに天賦の地なるを信ず。 恩命に応えたてまつって北越の府になお余後将軍が意向あるをこの時に発せられよと促していた。助長にとって六原西八条は一族の宗家である稲屋はありえない。かしこまって候雪解けを見なばと都へ答えた。 その後、越後一円から会津・四軍に渡る領下に向かって、助長は三陣を求め、信濃地方の諸軍へも、基礎は右郷の衆、頼みある宗家のあるにもあらず、かつは朝敵なるぞ、後輩を踏み誤って悔いを潜在に残すなと触れ回した。つまり、官軍の名分をうたって義中の足元を脅かそうと図ったのである。助長に応じる軍家や地侍は多かった。 タレの目にも吉中の進出のごときはなお基礎の小果じゃが何するものぞくらいにしか映っていない。群れ、おぶせ、須坂の諸島もまた高いしなの友柄も千曲島の一部も吉中に反抗した。吉中はもう一日も与田の城にはいなかった。巣は塩尻に戦い、桔郷ヶ原を北進し、また千曲側に爆車を張ったり、千夜の夢を重ねていた。 しかし、行くところで彼は勝った。木曽馬と木曽武者の行動は脳を巻く風のように速いのだ。みなち高いさらしな,などの諸軍の平家が国府軍に統一されないうちに木曽勢は村を行き、部落を抜き、しらみつぶしにここ撃滅を遂げていった。 幸福人を加え若い男女を挑発し夜が明けるたび軍勢は膨張していた兵は増え牛馬が増し国葬を占領し諸々に軍量を確保した信濃一円には春風と共に一つの流行り言葉が野を風靡していた「稲子の群れはまだ牛や馬は食い残してゆくが木曽殿の戦稼ぎに見舞われては何一つも残るものはない」 豪して数万と唱える越後合図の大軍がいよいよ国府を発して、関山から赤倉を越え、野尻湖の西まで来たという早馬が南へ飛んだ。浅間の裾、与田の城へ。珍しく吉中はここ数日だけ与田にいた。出おったか、腰の熊が。手につばして彼は言った。大熊も、うろう出て参りゃ、我が手の者ぞ。時を討 今井金平、姉やった栗田の別途半角などへ向かって、直ちに勢ぞろいよと、発行の準備が命ぜられた。樋口次郎金光は中山殿に代わって基礎に残されたので、この陣にはいなかった。わらわも御陣のお供を、巴か、言うまでもない。わらわも共に、おう、葵も来い彼女たち二将のほか、おみな武者ばかりの一体も加わった。 で総勢5000余り浅間山を後に千曲川に沿い善光寺平を北へ急いだ。もちろん幾夜の野営を重ねゆくゆく物見を放ったり旅人を捕らえて敵地の情報を集めたりさすがこの戦いに敗れたらまた基礎返りして数年は吉仲の辛抱のし直しぞと彼も言ったように大事に大事を取って進んだ。 かくて善光寺の裾花川に陣した日、物見頭の望月三郎重隆が野尻方面から帰ってきて、不思議よ敵の会は一平もあの付近には見当たりませんと報じてきた。さては 国府の官軍は道を変えて、高井から上州越えを取り、遠く迂回して草津へ出たのではないかと疑ったが、土民の話ではどうしたのか、全軍にわかに騒ぎ立って、一夜に陣を引き払い、越後国府へ引き上げてしまったというのである。読めたと吉中は言った。 我が基礎勢と荒野にての戦いは敵も勝ち目なしとみて我を凶愛な三冠に誘い込み妙高赤倉燕の麓あたりで死山から埋伏の兵を立たせて包みうたん計りごとであろうず <laughs> その手に乗ろうやさして大きな体でもないのに体をゆすって笑うのが癖であるそしてその交渉にはキラキラするような誇りが見える 一つは俺どもの勢いに怯えたのだ。諏訪次郎、高梨高信、二人は茂高に代わってもう一度、国府勢の身体を確かめてこい。最新な点はなかなか最新である。一度の物見ではと念のため、なお別なものを野尻より先、関山付近まで探らせにやった。その間、義仲は友枝と葵の二尾昌を連れ、栗田の別当、半角の案内で、箱清水の善光寺にもう出た。 自伝によると、善光寺は昔、稲の座光寺からこの地へ移ったものとかいう。そのせいか、半角と同姓の一族がここにもいて、善光寺と戸隠の別当職をも兼ねていた。心こ,このはもとより、早くから半角と同心して基礎型へ加担を誓っていた。箱清水のボー印中の友柄はこぞって吉仲を出迎え、ここにご宿泊の上は、 我らが守備士参らすればお心安く人のお疲れもお忘れあるようにと艦隊を尽くした夜は声援を張って吉仲を慰め古風で土俗的な僧侶たちの念仏祭りだの犀原なども演じられた 義仲はチゴたちのささら踊りが気に入って、例のごとくしたたか退水して、いつか身を斜めに崩し、葵の体へもたれかかってきたが、葵はその肘と自分の間へ教則を置いて支えていた。次は立そうおおい。葵そなたまで待ってみせんはい、仰せなれば。葵は立って稲ぶりのひなまいを素直に待った。 稲には早くから都文化の影響もあった舞もどこか優雅であるそれとまた瞬く無数の職を受けて立った彼女のむしゃい出たちが怪しいほど怖くなものに人々の目へ鋭じた「木曽殿がそばを離さるというのもこりゃ無理はない奉仕でさえそう思ったいや奉仕なので余計にそういうひと事を思い患ったかもしれない」。 やんややんやと葵の姿へ称賛を送ると、義仲は上機嫌な瞳を自分の右へ向けて、「巴も何かまえ!」と言った。巴は口元で笑っただけで立つ様子もない。わらわは葵殿とは違う。木曽殿の北の方じゃ。と万座の目へ姿で言っているようでもある。なぜまわぬ巴ご瀬がまわでは今日も薄い。 前前前肩つむりあのわらべ前でも良いではないか義仲がそばめ扱いするそれも彼女には気に入らぬらしいいや巴は箱清水の一員に入った時から少し機嫌が悪かった善光寺の上層も道州たちも葵にのみ気を使って葵を義仲に次ぐ賓客としている風に見えるこれはしかし当然でもあった 葵の養父は栗田別を半角である。半角殿のご息女にして木曽殿の思われ人と知る葵に対して前山の者がそういう低調さを持ったのは仕方がない。あのように人々の目がそなたの舞を待つわ。巴御前何度もってやれもて見せてやれ義仲は三度巴を促した。これ以上は意に逆らうことになる。 妻をして主教を演じさせてはと、友恵もそれは恐れて、葵殿が見浴びた舞の後に、木曽舞の山が踊りも味のございましょう。さらば、笛なと吹きましょう。友恵は携えていた笛袋を解き、やや居住まいを直して笛を吹いた。都人の鉄びとするそれとは違い、彼女の笛にはやはり特有な基礎の調べがあった。 まだ幼い目わらべの頃、彼女は牛の背に乗ってよく春の日を駒ヶ岳の裾に花を摘んだりわらびやゼンマイを取ったりして遊び暮らしたそして次女に牛の手綱を引かせ夕月のもとを中山殿の門へ帰ってくる道すがらよく笛を吹いた無心に笛を吹きながら帰った。 また、幾日も幾日も矢の胸を揺するような大吹雪の夜には、その怖さを忘れるため、笛が裂けるほど笛を吹いた。夏の山上祭りに、寝覚めのとこと呼ばれる渓谷の大盤弱の上で、清掃して笛を吹いた思い出もある。そんな時はいつも幼い頃の吉中駒大丸も一緒であった。吉中は、 いつか教則に頬杖をつき眠るがように巴の笛に聞き惚れたそして木曽の山河を目に浮かべた駒ヶ岳や木曽谷の流れに跳ね遊ぶ童心が当然たる水中無のごとく思い出されていた万座の人々は墨を吐いたようにひそまり帰りただ耳を澄ましているが 葵は妬ましげに笛の音色を嫉妬した自分の舞を見た瞳よりも一層見せられている吉中の横顔にふと気づいたからである